Are you ready? Go! あ、大将対決危ない。大系、立ち台系がね、言うの結構長いんですよね。しかも珍しくくっ飛びダウン、距離が離れる、これが結構厄介なんですよね。融合を使ってでもあれ厄介です。ラインというかね、画面を押せる技っていうのが強いですね。体幹で叩き落として、こっちは右からしゃがみ中継、さあ張っていく、ちゃんとヘッドで打ちにする。さあ暴れが速い、中間に落として投げる、さあ使っていく、有利に確実に取りに行きますね。ジャッカルさんが1ラウンド出てるな。と前か下の当てがちょっと外れてしまった。ダン、ダン、中間に消却、下段当てて投げる、これはブラックしてちょっと一旦離れて、離れ続けて溜めてゲージですね。あはチョップの隙に打開が当たってめちゃくちゃ痛い。打開、打開スタートのイメージは減りますね。完全にしゃがみ中継、ちょっと距離離してね、ブロッキング、しゃがみ台パン、肘を食らわないような距離になりましたね。さあ、これが対象対決です。ごめんなさい、 C が終わったのでいいか。はい、いい呼び出します。相馬洋平ムンビー VS TM クニエフです。相馬ムンビー洋平 VS TM クニエフです。波が溜まってここから行きたいところ、いけるのか。あ、大撃次第だけど、うわ、嘘、運が悪い、運が悪い。俺あんなんだったら切れてますよ。跳ねるだろ普通ってなりますけどね。うまい具合に飛び越えましたね。なんだよ今の。あー、きつい。何かもう何も食らえない。あー、中継連打、ワンブロ早すぎる。ワンブロだけだと厳しいっすね。